回に引き続き日野選手と川田選手に伺います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。沖縄キャンプ中相部屋だった2人、お互いを知るいい機会になったそうですが、そんな忙しいキャンプ期間中にリラックスできる時間っていうのはどんな風にして取ってらっしゃったんですか？俺はお風呂1時間とかめっちゃ入ってたもんね。自分はコーヒー好きなんで、ホテルのコーヒー飲むのが楽しみでした。夜飲むのが。コーヒーへのこだわりっていうのもお持ちなんですか？そうですね、親父が好きで、で結構情報くれるんで、いい店知ってるよみたいな感じで、あとなんか送ってくれたりしますね、この引くやつ、こういう風に。コーヒービルも家でやってんの？ガリガリ。そうですね、ちょうど今日届く予定です。ちょうだいって言ってお父さんにお願いして、はい、そしたら送ってくれて、じゃあ新たなこう趣味というか。そうですね、去年ぐらいから好きで本格的にやってみようかなっていう、今年から。はい、俺も。本当ですか？知ってます？去年からやりだしたもん。めちゃくちゃずっとやってる俺。あ、そうですね、全然終われへんっす。川田選手はどんなきっかけでそんなコーヒーに？コーヒーきっかけない、でも結構どのチームも選手コーヒー好きな人多くて、ずっと気にはなってたんですけど、ついにやったって感じです。それいつからですか？これ、これは去年から。去年から。去年買って。気になるといえば、私ちょっと気になってたことがありまして、はい、昨シーズン川田選手何やらこう免許を取られたって。はい、そう、それは去年12月、自動車学校の X に突然投稿された川田選手の卒業報告。何の免許だったんですか？四輪の中型ですね。四輪の中型。はい、なんか資格とか取りたいなって思って。え、これ中型だと、車的にはどんな車が運転できることになるんですか？自分的に役に立つのはマイクロバス29人までかなとか運転できるんで、まあ、指導者とかになった時に、その子供たち乗したりとか。今すぐにメリットは正直ないかもしれないです。だから別に実用的というより、確かにその取る過程とか、なかなかない例じゃないですか、大人になって、その試験必死に受けるとかいう機会が。なんで楽しかったです。うまくいかん初めてのことをやる感じが。いや、でもなんかそういう子供たちを乗せた川田選手のバス、なんか想像するだけでめちゃくちゃ楽しそうですよね。想像できないですね今。別に今選手乗せてもいいけどね。いやいやいや、どっか行くみたいで、29人までどうします？行けるで。どこ行きたいですか？いいっす、今だったら。行きたい、マイクロバスで行きたいと思う。コーヒー屋巡る。コーヒー屋巡ります。駐車場止められるかな。日野選手のプレーの魅力は、背負いながらしっかり味方につなぐっていうところは、まあ、尊敬すべき点かなと思いますし。エンジョイフットボールは前回に引き続き、大町にある中学生のクラブチーム、リバイバルアゴーラをご紹介。同じく大町にある社会人チーム、リバイバルフットサル佐賀の下部組織として去年4月に設立。フットサルとサッカー両方の向上を目指して活動しています。さて今回はリバイバルアゴーラで今年卒業予定の3年生対1、2年生でイングランド式シュート対決を行います。3年生には負けて卒業してもらうぞ。行くぞ、ファイヤー。年下には負けません。勝つぞ。オー。ゴール側から出されたパスをトラップしシュートするイングランド式シュート、今回はその3本勝負。まずは1、2年生チーム橋本くんの挑戦。パス出しは全てコーチが行います。大事な1球目。はい、ゴール。冷静にゴールを見据え、しっかり決めていきました。素晴らしい。3年生の1番手は野田くん。惜しい、クロスバーだ。頭を抱えた。1、2年生チーム浜崎くん、決めて引き離せるか。
狙い通りに行かなかったか。3年生チーム追いつきたいところ。残念、枠の外へ。1、2年生チーム勝負をここで決めるのか。よし、おー、ナイス。さあ、つつみくん、意地の見せどころ。止めたよって、1対0。1,2 年生チーム、おめでとう。長めに回り続けております。フィニッシュ。3年生卒業するけど、どんな思いですか？もっと一緒にいたかったな。高校でも、サッカー続けてほしいし、大人になってもサッカー楽しんでほしいです。3年生から後輩たちへ。これから試合で勝ったり負けたりするでしょうが、諦めずに練習を続けていき、最後にはできれば県大会でベスト4には入ってほしいです。たとえ場所は変わっても、これからもサッカーでつながる仲間。リバイバルアゴーラ最高。おー、ここからはゲンゲントーク後半戦。少しずつポジションは違いますけど、川田選手から見るこの日野選手のこういいなって思うところ何かありますか？結構、体ちっちゃいんですけど、プレー自体は力強いプレーが多いんで、僕の方がちょっと前にいるんで、日野がこう苦しい相手が多いところからグイッて運んでくるとか、背負いながらしっかり味方につなぐっていうところは、尊敬すべき点かなと思いますし、見ててどっちかというとそういう分かりやすいプレーのが僕は好きなタイプなんで、見てて楽しいプレーしてるのがいいなと思います。そんな川田選手のどんなところがプレーすごいなって思いますか？そうですね、変な振り方でもすっげーシュートが打てるっていうのがすごいと思います。俺じゃ無理な振り方ですごいとこ行くんですよ、無回転とかで。説明難しいよね。むずいっすね、ちょっと変なんですよ。なんか変なんですか？蹴り方が変なんですよ。分かりやすく言うとキーパーとかがこう、はい、反応しづらい、ここに飛ばないだろうなって思ったところに飛んできたりするタイプが俺です。指導するなら絶対こっちのキックを教えてもらってください。プロ1年目の何か日野選手へ伝えたいことっていうのは、川田先輩何かあるでしょうか？そうですね、若い選手結構みんなに思うことなんですけど、やっぱ周りに気遣い出して自分のプレーちょっと変えてみたりとかしてうまくいかない選手とか結構多いんで、まずは自分の好きなプレーとか自分の得意なプレー大事にしてほしいなとは思います。確かにこうあんま考えすぎずやる方がうまくいくっていうのは多分去年も感じたので、あんまこう気遣わずにしっかり考えてやりたいなと思います。そして先日の潜入ビデオの中で川田選手はあのゴールパフォーマンスも皆さんに約束されました。そんなのしてましたっけ？やってる全然なってます。何体ぐらいのティラノサウルスが今シーズンは現れてくれるでしょうか？そうですね、やっぱり2桁ティラノはしたいなと思ってます。2桁ティラノのアシストできるように。お、はい、一緒にやりに来るじゃん。じゃあやります。ちょっと指をじゃあ教えて。こうか、親指と、そんななんか決まりはないですけど、まあこうやってやったけ、はい、日本だなんか雰囲気で、みんなやってくれれば楽しいです。はい、じゃあスタジアムでも、はい、みんなで。では最後になりますけれども、皆さんへメッセージをお願いします。今年から一応プロ契約となったので、より多くの試合に絡んで結果を出せるように頑張ります。ゴールっていうところを去年からこだわってやってるんですけど、去年の数字的には全然納得いく数字じゃなかったので、やっぱり数字でもこうみんなの皆さんの期待に応えられるように頑張りますので、よろしくお願いします。たくさんのティラノ登場するように私も練習しておきます。お願いします。では日野選手、次の
対談相手をご指名いただきたいんですけれども、はい、どなたにお願いをしましょうか。長澤柴田張選手でお願いします。一応こう年齢は違いと同期入団という形になりますもんね。川田選手、お二人のトークにはどんなことを期待されますか。やっぱり日野がこうおとなしい感じなんで、タファーがふざけに行くのか、日野をまともに会話を導くのか、すごい興味あります。あ、もうどっちかになるという、はい、タファーがふざけ出したらもう収拾つかなくなると思うので。川田選手、何かこう質問したいことっていうのは柴田ファリ選手にありますか。質問したいこと、何やろうな。この場を借りて、じゃあ逆にちょっとタレコミ情報で何かいい情報を教えていただけますか。タレコミ情報か。あんまりそう考えるとあんまり面白いことしてないのかな。雰囲気で持ってかれてるのかな、いつも。でも愛されてですね、やっぱ。すごい愛されてないですか。そしたらなんで大して面白いことしてないのに、いつもあんなにみんなに笑ってもらえてるんですかって質問教えてください。返すのむずくないですか。そう、困らしたい。あ、そういうこと。困らしたい。あ、で刺したいんで。次回は日野選手と長澤選手のガンガントーク、お楽しみに。最後にサガン鳥栖ホームゲーム情報。今日15時からアウェイで広島戦、来週16日はホームでセレッソ大阪戦。みんなで応援しよう。